えて、そんな経ってないけどね。でもさ、全然関係ないけどさ、ってか全然関係ないけどさ、みんなで報告だけどさ、はあちゃんも最近さ、ハリセンボンさんに会ってきたんだよ。いや、この話めっちゃしたかった。なんかはあちゃまもさ、はあちゃまは完全にさ、なんか大学も行ってるしさ、アイドルっていう自覚がなくて全然そういうなんか普通に一般人のさ、女の子っていうさ、あの意識しかなくて、はあちゃまはさ、そんなさ芸能人の人にさね、えなんか会えるようになっちゃったんだと思って、なんかすんごいね、ちょっとね、ワクワクドキドキだった。若干緊張してたけど、何が足りない、何が足りないんだ、何が足りないんだ、一体なんでハーちゃんも戻ってきたんだ。でメンバーは、まあ、いろはちゃん、ポルカちゃん、まつりちゃんって感じだったんだけど、なんかいろはちゃんがさ、もう緊張してやばいみたいなさ言ってて、でなんかもう緊張して、あやばいやばいでござるとか言ってるから、うわそっかみたいな。はあちゃんももうちょっと緊張はしてるけど、ここは後輩の手前、まあ大丈夫だよみたいなみたいな感じでちょっと余裕ぶっといたわ。やっぱね、はあちゃんは強がってしまうんですね、後輩の手前ね。やっぱかっこいい先輩と思われたいじゃん。うわあ、はあちゃんも先輩全然緊張してなくてすげえみたいな思われたいじゃん。もうここぞとばかりに余裕を余裕をかましてきたわまつりちゃんとさ、トイレに行った時にさ、緊張してトイレ行ったわけよ。そしたらさ、ちょうどさ、トイレでさ、ハリセンボンさんのさ、はるなさんとさ、会ってさ、ここで会っちゃうのみたいな。しかも全然まだ挨拶してない時に会ってから、なんか気まずーと思って、トイレで会うのかみたいな本番前にさ、トイレで出会ってしまってさちょっと気まずいよと思っていやでも本当になんかやっぱツッコミがすごいよね。だってさ、はあちゃまがさ、最近なんか最後にハリセンボンさんからお笑いというお笑いの極意を学ぶっていうね、あの回だったわけよ。でなんか最後に先輩一期生のね、二人がちょっと面白い話 してくださいよみたいなさ面白い話か、なんだっけ、そう、面白い話してくださいよみたいなさ、そういうやつがあって、はあちゃまはね、なんか最近ちょっと大人のいい女になりたくて、トイレに行ったら山を作るようにしてるんです。そして最近大学で1週間前に山を作っていたトイレに山が2つになっていたんですみたいな、なんかそういう話をして今思うと恥ずかしいな。で、そういう話をしてそしたらさ、そのハリセンボンさんがさ、なんか山って別になんかその掃除のね、人がね、掃除終わりましたっていう合図に作ってる場合もあるよって言われて、うわ、そんなこと知ってんのみたいなさ、ツッコミのバリエーションすげえと思ってさ。で、さらにさ、そこからさ、じゃあ次はトイレで鳩じゃない、鳩を折る、鶴を折ろうねみたいな感じで言われて、おもろーと思ったでもポルカちゃんのさ、切り替えがさ、すごくてさ、現場に来る前にもう切り替えてくるらしくて、で、なんかもうめっちゃ切り替えていたわけよ。そしたらさ、ハリセンボンさんにさ、なんか最初、リハーサルの時に、はい、それでは始め、はい、それでは始めますみたいなさ、感じのなんか、はい、それではみたいな感じのさ、MC をね、ポルカちゃんがしてたわけよ。そしたらさ、急にプロみたいな喋り方しだすからさ、びっくりしちゃったよみたいな言っててさ、ねえ、ハーツも MC 向きじゃないんだよな。ふざけたくなっちゃうからさ、あんま進行できなくなっちゃう。もうね、なんかいろんなマルチタスクが苦手すぎてね、いろんなこと考え始めちゃう。なんかもう進行どころじゃなくなっちゃうやったらさ、なんかおにぎりをさ、進めてくるさ、収録現場のね、おじさんがいて、そう、なんか食レポしてたわ。で、そしたらさ、しかもなんかしかもおにぎりを勧めるって言っても、なんか塩おにぎりがいいらしくて、あ、そしたらなんかこの前は
ルーナたんがなんかそのね塩おにぎりを勧めたことによって配信でなんか企画としてなんかやってくれたみたいな言ってて、そんな影響力みたいな、そんなことあったんと思ってた。あーちゃまはやらねえよと思ったけど、なんで塩おにぎり、なんで塩おにぎりの食レポなんか配信でやんなきゃいけないんだよ。あーちゃまもついに企画のネタが尽きたのかって思われるだろうと思って、絶対やんねえからと思ったけどそうなんですねってそうなんですねって言った。なんか塩おにぎりと、あーなんだっけな、塩おにぎりと、あー忘れちゃったわ、ファミチキだ、そう、塩おにぎりとファミチキの組み合わせが最強らしいということを聞いた。